横浜港大三橋大三橋は、神奈川県横浜市中区にある横浜港の港湾施設。1894年に完成した鉄三橋を前身とし、税関三橋、横浜三橋、山下町三橋等の様々な名称があったが、その後、大三橋に落ち着いた。その他、太平洋戦争後連合軍に接収されていた間は、サウスピアと呼ばれ、 明治の末頃から1970年頃まではメリケンハトバとも呼ばれていた。前身施設は明日ともに三橋であったが2002年に完成した現在の大三橋は構造的には三橋ではなく岸壁でありひらがな混じりの大三橋が正式な表記である。横浜港大三橋及び横浜港大三橋国際客船ターミナルにより構成され、 横浜港における国内及び外国航路の客船の主要発着不当である。横浜港の象徴的存在であると同時に、横浜市や横浜港における主要観光地としても知られている。日本優先の子会社、優先クルーズのクルーズ客船である、アスカ2は、横浜港が船籍港であり、大桟橋を拠点としている。また、横浜港周遊船である、 ロイヤルウィングや東海汽船による伊豆諸島への離島旅客航路も持っている。海上から見る大山橋不島横浜港は幕末の1859年に開港して以来急増する貨物量に対しイギリスハトバやフランスハトバと呼ばれる橋ケニ役に必要な小規模の船だまりこそあったものの直接岸壁に接岸し二役を行える施設がなかった。 増界地図の貨物量は、橋家に役だけでは対応しきれなくなり、節眼に役を可能にする近代埠頭の必要性が高まっていった。橋家に役は、慢性的な不当不足により、海上コンテナ輸送への質的転換まで長く続き、まずは近代国家にふさわしい埠頭を建設することが、当時の早急の課題とされた。 明治維新直後から井上薫大倉大輔や神奈川県知事からの要請により、1870年に公務省親とい外国人の英国人技師、リチャード・ヘンリー・ブラントンによる横浜築港桟橋計画の提案や、1874年には内務省親とい外国人オランダ人技師ファン、ドールンにより築港計画提案に至り、大隈重信、 大倉京からも節眼二役体制に向けた、執行計画が上進され、多くの要望があったが、実現できなかった。また当時、すでに、東京港建設の機運があり、品川沖に執行する案もあったが、横浜市からの反対や財政難により、これも実現しなかった。横浜開港から27年が経過した1886年になり、機運はいよいよ高まり、 内務省からオランダ人技師でリー系の設計要請や神奈川県によりイギリス陸軍大佐であり、議官であったヘンリー・スペンサー・パーマーへの設計要請となった。しかし、両者の設計案は明治政府内でも議論がきっし、さらに政府内ではその上位案件として東京港建設と横浜港建設のどちらを先行させるかといった議論が深まっていた。 外務大臣になっていた大隈重信は横浜港建設を強く進言し、さらにパーマーがイギリス帝国タイムズ記者を検職して、同市上で日本を好意的に報道した実績や不平等条約改正に向けた日英同盟への動きと相まじり、正式にパーマーの横浜港地行案が採択された。さらに下関砲撃事件での賠償のうち、 アメリカ合衆国へ支払った賠償金が1883年にグラント大統領及びアメリカ合衆国議会承認より日本への償還が承認されており償還賠償金78万5000ドルを充当させることで資金的目ども整ったこの時期に横浜秩庫が正式決定されたことが後年の横浜港や横浜市の発展につながる 決定的瞬間であったとも言える。こうして1889年に横浜筑港第一期工事が始まり、節眼に役が可能な不当の建設が始まった。しかし基礎に必要な螺旋具は、日本の工場からは供給できなかったため、大量の螺旋具を輸入して建築された。こうして1894年に、現在の大桟橋の前身となる鉄桟橋が完成した。 鉄山橋は陸地からの総延長738メートル、山橋部分は457メートル、幅19.2メートルの当時の技術で最先端を行く近代不動であった。鉄山橋の完成を見たものの、横浜港の貨物取扱い量は近代日本の急成長とともにさらに急増し、外交路客船はともかく依然として はしけに役に依存せざるを得ない状況であった。これは貨物対流や物流支援を招き、横浜経済界からもさらなる横浜高拡充の要請が強まっていった。これが横浜築港第二期工事とつながり、新港不動建設へとつながっていった。横浜築港第二期工事では、鉄桟橋も拡張され幅42.8メートルとなり、 二つの木造二層型上屋が新設され、低層部は貨物倉庫、上層部は旅客施設や旅具検査場、並びに電信電話設備や事務室が併設された。1913年に第二期工事は完成した。こうして、鉄三橋は外国航路の価客線における日本の主要拠点となり、日本優先、東洋汽船、 大阪商船など日本海運業界の表玄関の一つとして利用され外国海運業界の外国定期航路の拠点として活躍したヨーロッパ航路では英国 P&O、北ドイツロイド、フランス優先、北米航路では米国太平洋を優先、カナダ太平洋汽船、アメリカンプレジデントラインズ等が定期航路を開設するようになった新港府島が完成すると 外国航路の一部を異常した。新港不島4号岸壁は日本優先の北米航路が使用し、9号岸壁は欧州航路が接岸する東鉄山橋の負荷を緩和させた。鉄山橋は外国赤線と日本優先のシアトル航路が発着するようになった。新港不島4号岸壁からは太平洋戦争後もシアトル航路に復帰した日本優先の 氷川丸が発着を続けた。氷川丸が1960年に最終公開を終了させるに伴い、新興不動の旅客業務も終了した。鉄桟橋を含む横浜港からは、キートや茶が主要な輸出品であり、大日本帝国に大きな外貨獲得機会をもたらした。キートや茶貿易で大きく成長した横浜商社もあった。原産系の歴史や現在も、 観光名所である山渓園やシルクセンターに王子を忍ぶことができる。輸入品としては大豆、小麦、綿花、石炭等があった。1923年9月1日の関東大震災により大桟橋は崩壊した。大桟橋には当時三隻の客船が接岸しており、カナダ太平洋汽船の初代エンプレスオブオーストラリアの船長、サミュエル・ロビンソンが、 当時の救出活動や、理災状況につき詳細な記録を残している。ロビンソンは被災者の戦場への救出活動などで活躍し、工事報奨を受賞したのをはじめ、各国でも救助活動を高く評価され、勲章を与えられている。大桟橋の復旧は1923年10月から始まり、1925年9月には完成した。 1928年までに二棟の上屋が建設され、チャータード銀行、香港上海銀行支店が開設され、帝国ホテル直営の桟橋レストランが開業した。この頃から海運競争力維持や国威功用も兼ねて、日本船籍の新営客船心臓が相次いだ。外国心臓大型船も続々と入港するようになり、第三橋は黄金期を迎え、 多忙な三橋となった。チャーリー・チャップリンの来日も大三橋から始まるなど、大三橋を場とした国際旅客の上下線による文化交流が最も盛んな時代であったと言える。一方では、昭和教皇により疲弊した農村部からの南米移民が急増した時代でもあり、大三橋は南米移民の日本出発の最終拠点として、周辺の移民宿とともに歴史に、 大きな奇跡を残していくことになる。太平洋戦争終結により、大三橋は連合国に接収され、サウスピアと解消された。幸福文書調印のために、米国戦艦、水売りに向かった、茂光葵外相も、大三橋から小型船に乗船している。連合国も連合国軍、最高司令官総司令部を当初置いたのも、 大桟橋にほど近いホテルニューグランドであり、第三橋が時代の節目で日本の歴史に深く関わることが横浜の開港以来の宿命を如実に表している。大桟橋は1952年2月15日に接収解除となり、北アメリカ定期航路にはアメリカンプレジデントラインのプレジデントウィルソンやプレジデントクリーブランド、ヨーロッパ航路には P&O クルーズの 中山、オリエントラインのオロン星などが就航。日本優先の氷川丸がシアトル航路に復活するなど第二の政治を迎えた。また、日本人の移民船としてブラジルガン、アルゼンチナマル島が就航し、1960年代初頭までの戦前に続く第二次南米移民ブームを支えた。また後にソビエト連邦とのナホトカ定期航路も開設され、 シベリア鉄道に乗り継ぐことで安価な旅費でのヨーロッパ渡航が人気を博した。この頃の日川丸でフルブライト留学生として渡米した人々も少なく、なく、また宝塚歌劇団の渡米にも利用された。1968年4月には世界一周クルーズ中のキュナードラインのカロニアが来航した。1964年の東京オリンピックに合わせて3度目の 大改修が行われた。国際選客ターミナルとしての高機能化が図られ、2階建て国際選客ターミナルが完成した。1階部分に税関、出入国管理、検疫施設を構え、2階部分に渡航旅客や、乾燥芸車用待合所や、土産物店向け設備が整えられた。自走式ボーリングブリッジにより、接岸船舶の高度差や位置にかかわらず、 ターミナルからの上下線が容易になるなど、当時としては最高位の機能を備えていた。1970年には、価客線機構数が過去最高となったが、海外渡航の主力は空路になっていた。大型旅客機ボーイング747就航による航空輸送力の増強や、回路旅行者の激減、1970年代初頭の石油危機による原油価格高騰により、 外交化客船航路は急速に衰退した。1973年にはアルゼンチナ丸の最終公開によって一世紀にわたる海外移民航路が終焉した。一方1975年3月にはクイーンエリザベス2が初入港し、空前の52万人の見物客で溢れ返った。以降、第桟橋に寄港する客船は全てがクルーズ客船となり、 ロイヤル・バイキング・スター、キャンベラ、ロッテルダムが主に横浜を気候地とするようになった。特筆すべきは旧ソ連極東船舶公社が名古ト家庭気候路を持続運用し1980年代全体を通して横浜港を国際旅客定期航路保有の港としての異様を保った。改修工事中の大桟橋、手前は 横浜赤レンガ倉庫1980年代から車用化する海運旅客事業を売れる声がある一方、クルーズ産業の交流という新しいクルーズ客船のあり方が脚光を浴び始め、日本の経済成長に伴い、日本市場のクルーズ人口も拡大してきた。船舶の巨大化と第三橋そのものが設備更新時期を迎え、1989年から、 大桟橋改修事業が着手され、2002年に新たな大桟橋国際線客ターミナルが完成した。設計は国際コンペ660件の応募からアレハンドロ・ザイラ・ポロとファッシド・ムサビの設計が選定された。構造は地下1階地上2階建ての鉄筋コンクリート造りとなっており、全床面積は44000平方メートルとなっている。1階は 約400台の普通車に対応する駐車場、2階は出入国ロビーとして、インフォメーション、発見所、先客待合場所、店舗、レストランシック施設を備える。また、第1と第2ホールを備え、多目的に利用できるスペースを確保している。A、B バースは、延長450メートル、水深12メートルを備え、C、D バースは、延長450メートル、 水深10から11メートルとなっており3万トンクラスの客船は4席、より大きな客船は同時2席着岸が可能となった。バリアフリー型と線橋を4機装備により今後のクルーズ客船増加に対応できる不当として整備された。建物2階や屋上床はブラジル産一ペを使用したウッドデッキになっており、さらに天然芝の緑地を設けてある。 雪岸船舶からの眺望や周辺空間の眺望を遮らないことを考慮し、比較的低層構造となっている。2000年代から横浜市からも積極的な客船誘致を行い、2011年の年間客船入港数は全国港湾の中で9年連続の1位となった。大桟橋の稼働能力を活かすため、より一層のクルーズ客船機構誘致を進め、 港湾機能の維持拡大や港税拡大を行い、乗船客及び観光集客像に結びつけ、地域経済の発展に寄与させることが課題となっている。2017年1月には訪日クルーズ客の増加を見込み、国土交通省が官民連携により施設整備を行う国際クルーズ拠点の一つとして横浜港の大桟橋と新港地区を選定した。大桟橋では、 優先クルーズが旅客ターミナル内に待合ラウンジを整備する計画で同社のクルーズ客船アスカ2による岸壁の優先使用が認められることとなった。その後2019年4月12日より上級船室利用者向けのアスカラウンジとして開業した。クルーズ客船の気候誘致が課題であるが2000年代の超大型クルーズ船が 横浜ベイブリッジ下のクリアランスを達成できないため、大桟橋に着岸できない。そのため、2009年と2010年のクイーンメリー2の横浜高機構では、旅客用の大桟橋ではなく、貨物不当である大黒不当に着岸した。しかし、本来は貨物不当の上、横浜市の中心部である中区から離れているため、横浜への滞在時間が短くなってしまう。 搭乗客からの不満から、キュナードラインは、クイーンメリー2の日本寄港地を大阪港に変更したため、横浜市民からはこれを憂う声が高まった。その後、キュナードラインは2014年に、クイーンエリザベスを寄港させ、干潮時に横浜ベイブリッジを通過することで、大桟橋への接岸を可能にした。横浜港における、横浜ベイブリッジをくぐれない。 超大型クルーズ船問題の抜本的な解決策として横浜市では横浜ベイブリッジ外側にある本木不頭や大黒不頭の岸壁を超大型クルーズ船に対応した客船ターミナルとして再整備する方針を示しておりさらに新港不頭や山下不頭にも客船ターミナルを整備することで今後のクルーズ客船需要を取り込み 市内観光の活性化につなげるための検討が進められている。2017年からは大黒不動にて超大型船への対応を目的とした改良工事に着手し、シック施設など新設した上で2019年4月19日より運用を開始した。上部大桟橋国際客船ターミナルは横浜港で大型客船が複数同時着岸できる。 使用旅客ターミナルとして建設された。クイーンエリザベス2クラスの客船が2席、同時着岸できる。また3万トン以下クラスの客船であれば4席、同時着岸が可能であり、その規模は神戸港の振興第4特定に次ぐ。建物は内部に柱、量がなく、また階段がなく、スロープやエレベーターで上り降りする非常に戦士的構造となっている。また、 屋上はウッドデッキ及び芝生広場となっており、24時間自由に出入りできる公園のような場所となっている。大三橋不当ビル大三橋は回路からの出入国の場であり、横浜港や横浜税関を経由する旅客の出入国の場である。現在でも外国航路に出るクルーズ客船に上下船する際は、ここで通関や出入国手続きや手荷物検査を行う。 上下線は基本的にはボーディングブリッジを使用してターミナルを経由して行うが、飛行するだけの場合はツアーバスを止めるスペースの関係上、タラップを使用しての岸壁経由となる。大桟橋は国内離島航路もあり、伊豆諸島に向かう東海汽船の定期航路の発着場としても広く利用されている。また時期によっては、伊豆諸島航路の帰路に便乗する形で、 東京港の竹芝埠島への夜景クルーズが利用できる。一帯は港オアシスの登録をしていて、ターミナルは港オアシス横浜港の代表施設である。ホール内部大桟橋ホールは、大桟橋の2階の奥に位置する多目的ホールである。総鉄企業、横浜港振興協会、総鉄エージェンシー共同事業体が管理、運営している。床面、壁面は、 ウッドデッキ仕上げ、正面奥は強化ガラスウォールであり、横浜ベイブリッジ方面を望むことができる。広さは約2000平方メートルであり、天井高は6.5から7.5メートルある。最大で1200名の収容が可能であり、屋上フリースペースから連続した空間としての利用も可能である。下貸し店のアルバム、オンケンズタイムに収録されている、ダララヤチ原美里 ゾーン、アローンのミュージックビデオなど撮影地としても用いられる。大山橋浴場のフリースペースは大型客船の入出工事等は多くの見物客で賑わい、今や横浜の一大観光スポットとなっているが、このスペースをより親しみやすい場所に育てるべく、2006年に横浜市港湾局が愛称を一般から公募した。その結果、 大桟橋全体を大きなクジラに見立てイメージされたクジラの背中が選定され、同年12月に公式な愛称となった。なお、この愛称を派生させる形で、大桟橋の室内部分がクジラのお腹と呼ばれるケースも生じており、例えばミニコンサート等のイベントが行われる場合、クジラのお腹コンサートといった言葉の用いられ方がなされている。ありがとうございます。